2007年にナナホワイトチーム対我々で2年間ぐらいこのラスベガスで裁判したんです。プライドをバイアウトした後、その後裁判で、法廷まで行かないけど裁判になって、お互い訴え合って、最後は喧嘩別れをして15年ぶり。